ハイブリッドの方がいいよね、ガソリンの方がいいよねっていうので、そのトヨタの社長がなんかで言ってたのが、雇用が守れるみたいな言い方してたんだよね。ガソリンスタンドみたいなものがあって、そこで働いてる人がいてっていうのも含めて、そのガソリン自動車っていうものはその雇用を維持してるから大事なんですみたいなことを言ってるのよ。なんでみんな EV にしたいのっていうのって、そのなんか二酸化炭素排出量がどうこうって話で、雇用みたいな話は全然してないわけですよ。反論に全くなってないんだけどなってないということが分かってないっていうのがやべえなと思って。いや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 、僕ね、トヨタはね、グレタちゃんに金払うべきだと思うんだよね。いやー、もうだからそんな汚い大人の世界見せないでよ、ほんと。いや、グレタちゃんは汚い大人の先兵でしょ、明らかにだからハイブリッドの方がエコだよねっていうのは理論的にはまだ成立するから、でも各国はもうそれ言わないんだよね。作れないから、ハイブリッド、トヨタほどのものが独立してて、エコ的なところの発言に影響力があるオバマ大統領とか、グレタちゃんとかっていうのに、ハイブリッドのがいいじゃんって言わせるのが、多分トヨタの強いてはなんかその日本の経済戦略としては正しい気がするんだけど、でオバマさんもほらアメリカ派だからさ、言ってくれるわけないじゃん。その今そのヨーロッパがやろうとしてるのって、トヨタのがめちゃめちゃエコだとしても、日本で作ってるんだったらエコじゃないよねっていう、その日本の場合発電に石炭とか使ってますよねっていうのがあるので、あ、そうだね、日本で作ったということは発電に石炭を使った以上、製造時点でエコじゃないから、ヨーロッパに入れるときは罰金なっていうのをやろうとしてるので、住み分ければいいんじゃない？じゃあアジア圏はトヨタとか。そうするとアジアだと世界の電気自動車市場のマジョリティを取ってる中国さんが。そうなー、でも怖えな、中国の車、電気、しかも電気自動車は怖えな。なんかガソリンよりは電気の方が爆発する確率低いから。